はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もメトロラストライトリダックスの追加ストーリー、前回までクシャトリアをプレイしてきて、地表の遺物を持ち帰ったりしてたんですが、地表の遺物を全部集めようがいくつか集めようがどうも特に何かが起こるわけではないストーリーだそうなので、クシャトリアはここまでにして次やっていこう。スナイパーチーム、所属レッドライン、目的ファシストの基地に侵入する、レッドライン視点のストーリー、これやっていこう。またファシストに奇襲作戦だ。前哨基地を一掃してチェルナヤ駅に侵入しなければならない。偵察員が一人ついてきているが別の任務のため大部分は別行動になるだろう。スナイパーチーム、お、なんか右腕が縫われてる。あと少しだ。あんた狙撃はうまいらしいが、その腕前を見せてくれ。武器2つ。そんな武器を持ってるんだから楽勝だろう。俺たちの隊にも欲しいぜ。俺も手伝えるが一人で十分だろう。さあ何があるかな。お、クソ、やばかったぜ。だが場所は確保だ。目的はチェルナヤ駅への侵入だ。それには防御線を壊滅させてビルに入る必要がある。見張りを始末しろ。俺は自分の仕事をする。終わったら駅の入り口に集合だ。警備の前に屋根と塔の連中を始末する。スナイピングか。チェルナヤ駅に入る。気づかれないように外の脅威を排除する。あそこに一人いるな。下もいるな。待て、奴らが別れるぞ。あ、別れたりもする。まだ撃つな。屋根のスナイパーが気づく。あそこも警備と誰もいない。まずはあいつをやるべきだな。止まってほしい。屋根と塔のスナイパーに気づかれるぞ。まずはあいつだな。ここいいぞ。オッケー、腹でもいけるか。で次はここの2人をやるべきだな。こっち座っててこっち向いてるからこっちだな。オッケー、いいよ。下気づいてない。気づいてない上分かれてるからこいつからやろう。無理に頭狙ってもあれだから、腹で死ぬのなら腹。おっと、オッケー、こっち3人オッケーで、ここの2人分かれてくれないかな。あといないね。いない。おっと、分かれたな。手前やろう。何やってんだ。警報を鳴らされちまうぞ。しま、片付いた。ああ、硬かったのか。そっか、硬い敵もいるのか。ビルまで行け。オッケー。フィルター大丈夫かなこれ。あそこのケーブルが使えそうだ。こっちは俺がやっておく。そっちの防御線を一掃したら行け。バシストがいるだろうから気をつけろ。頑張れ。主に別行動と言ってたか。2番目の攻撃位置に向かう。これジップライン。よいしょ。お、やつが来るのか。
俺が知るわけないだろ。あ、フィルター。何を急いでる。何を急いでるって。嵐が来るんだよ。投げナイフ装備して。気配がするんだ。気配か。気配が読めるなら俺に聞くな。感じないのか。もういい、持ち場に戻ろう。レーザーサイトは本当に当たっても大丈夫なのか。二人か。分かれたな。お、一人こっち来てる。これナイフでいけんじゃないの。はい、オッケー。フィルターゲット。あそこにいるのか。こっちはこいつもナイフでやれそうだな。成敗。ナイフだよ。なんかアイテムある。やれるならスナイパーでやっとくか。上のやつ、あ、見張り登ってる。倒す順番を誤うとまずいな。まぶしい。下一人なのか。そこ、あの上の二人、あ、別れ始めた。眩しい、眩しいけど、そこ一人だけなのか。上やろう。倒れた今の。硬そうだから上の方。よし、さてそこの警備をちょっとやっちゃおう。下2人か。弾ある。これ少ないな。5発しかない。分かれてくんないかな。ちょっと様子見よう。フィルターもらって、ライトがついてるだけでもうあっちはいないね。分かれてくれなさそうだな。やっちゃおうか。あ、危ない。まだいる。まずいまずいまずい。警報鳴った。警報鳴るとアウトなのか。さあ、気づいてるやつ。いつの間にか別れてた下。よいしょ、ラスト。オッケー、こっちは全滅。バレたら一発で終わりか。建物の中に入る。下はクリア。降りれる。フィルターが落ちてるかもしれないから周りをよく見ていきたいな。開かない。お、アイテムゲット。開かない。まだいる？いない。外行けるね。まだいるな。一人。くそ、調べないとな、面倒だな。複数名か。
どうしよう。あそこの2人分かれてくんないかな。装甲が硬い的にはちょっとポンポンで倒すのは厳しいな。分かれてはくれない。フィルターを交換。こっち見てないのかな。やつやろう。やつ止まってくれ。やつこっち来る。あ、一発で二人貫通した。バンバン剤もういないね。回収して。スナイパーの弾が少ないからこんなにバンバン使いたくないな。ここ見たことあるな。記憶が確かであればここの下から出てきた記憶がある。フィルターゲット。他にアイテムはない。はしごで登ろう。そこにもはしごあるなら。おっと、放射能すごい強いな。建物を制圧する。制圧する。制圧できるかな。おいおいおい、奴らのスパイを捕まえて処刑しようとしたら、そいつを助けるのに大部隊を送ってきやがった。状況を把握できた頃にはとっくにスパイを奪い取って地下墓地に逃げやがったんだ。スパイダーのところだ。切る。おやすみ。共産主義者はみんなバカ。スパイダーから逃げられるわけねえ。他に逃げ場がなかったんだ。こういう話が終わるとばらけ始めるんだよな。そもそもスパイダーがいるなんて知らないだろ。誰もいない。バカどもが墓穴を掘ったか。面白い。メインストーリーはまるでステルスうまくできなかったからな。今こそガスマスク交換。今回これ装備してる武器も全部ステルス系統武器だからね。さあ固めの敵、あいつも含めて2人奥へ行ったな。うん、ここ来たことあるな。やっぱりデーモンいた記憶がある。そしてここから出てった気がする。こいつを倒す。ああ気づいちゃいないな。まあそのまま続けろ。収まるかもしれん。我慢しろ。俺が調書を書くから通信が回復したら送信してくれ。分かった。ナイフ無理なのかこいつ。戻ってくる。影ないな。戻ってこないのか。頭を打とうとしたらクイッと下に。セーフ。ひとまず全滅。なんだラジオか。回収して。こっちの部屋には何もない。フィルターあった。
フィルター溜まってきてる。ここ登って、おっと制圧だからまだいるね。ジャグ、ここいるか。いるな。階段登れるということは、階段じゃない、はしご。デーモン出てきたことあるけど、広場をくぐり抜けて駅の入り口に向かう。え、じゃあ交戦する必要ありそうだな。多いな。ああ、中を制圧しようか。じゃあだけで不足したよね。じゃあかない。一人いたな。二人か。こいつやっちゃおう。おい。吹きって。さあ、そこは本当に二人か。投げナイフを投げてパンと撃つ。なんで銃声を上げたなこいつ。あー、ダメだ。あれ動けない。